お待ちししておりました4月1発目の発表まあたい4月中旬15日前後に発売するって決まってるんでだいたい僕楽しみにしてるんですよねこの月末と中,中旬と月末楽しみにしててどれぐらい楽しみにしてるかっていうと今エロ動画のファンザの 春のパンツ祭りセールやってるんですよ。で、金曜日更新なんですね。で、その更新される前日ぐらい、遠足に行く前日ぐらい楽しみにしてるんですよ。だからファンザのセールの切り替え日とリフトの発売日、発表日が同じぐらい。 のレベルで,楽しみなんで,すよで、性欲と同じぐらい楽しみってすごくないですかで、というわけで見ていきましょう。まず、ブラック・ゴールド・エンブレム・エクストラ・ビッグ。買うか買う以外か。ってことなんですけど、新しいエンブレム,ブレムですね。この僕はイギリス全面出しっていうのが。 あまり好きでではないんですよイギリス人じゃないですしそのユニオンジャックが描かれているものって今まであったと思うんですけどことごとく避けてきました車でもそういうのあると思うんですけどなので僕はこれは買わないですねはい次行ってみましょうカラーリブスタンダード T シャツ 首の切り替えになっていていこれイギリス感が少し強くはないんですけど、まあ、競技場貸し切って撮影ってことなんでなんとなくコンセプトはサッカーっぽい田口さんがサッカー選手っぽいのかもしれないですけどなんかユニフォームっぽいですよねあのオールドスクールな昔のチームみたいな。 イメージで作ったのかもしれないですけど、これに背番号が入ってたらか、かっこよかったんじゃないかなと僕は思います。背中がちょっと寂しい。あのバックプリント好きなので、これイギリス感ちょっと少ないんですけど、まあ、遠くから見ても色使いがイギリスチックなので、まあ、イギリス感が出てますよね。で僕的にはですね、あのこの切り替えを ここにも欲しかったですよね。袖の袖口にも欲しかったって感じで、ここがキュッとなってると、その僕の細い上腕でも、あ上腕あ、三頭筋でも、なんか太く見えるのかなぁみたいな感じが。こういういにキュッて この黒人のモデルの方みたいにキュッとなってた方が僕は好きかなっていう感じどうやって袖通したんだよみたいな感じが好きですね、はい、これも背番号が入ってたら買えますね背番号入ってたら何番なんでしょうね田口さんはエディさんもまあカネキンさんはね89でしょうね89年だっけ生まれが 切り替えが既にもあったらいいなあっていう感じですね次カラーリブドロップタンクトップ僕はこの筋トレ好きでありながらこの筋肉を全面に出すファッションがちょっと好きではなくてこの人たちはかっこいいからいいんですけどかっこいいしそのモデルなんでね だけどこれ普通の人に似合わないっすよ <laughs> 何回も言ってますけどこの人たちが着るからギリ似合ってるただこの人たちもこれ着て街歩くかっていうとどうかなっていうどう思われるかなっていう、うん、かっこいいからですよかっこよくなくてっていうことですよ要は外国人が肌出すのはなんかいいんですけど、うん、こんなに似合えますかこんなに背中出ますか こんなに顔かかっこいいですか顔ちっちゃいですかっていう感じなんですよ。この人なんか遠近法かもしれないですけど、めちゃめちゃ顔ちっちゃいですよ。<laughs> だから来た、自分が来た時のイメージをしなきゃダメですよ。こんなんで、朝びちゃびちゃで、汗びちゃびちゃでね、ゴールドジムなんか、ゴールドジムだったらギリギリ OK ですよ、これ来て。だからジム行ったところで、なんか見てくれ感がすごいんですよね。で、目のやり場に困るし。 見たら見たで何見てんだよってなるじゃないですか特に女子の場合はなので、えー、これも買わないですね、えー、ストレッチスイムワイドショーツこれも以前なんか同じようなの出てたし初期のモデルが僕好きなんでそのレギンスタイプのやつが好きなんで節約なのかな室外 質がいいのかなレギンスタイプにしてほしいですね。これのユーリティリ、ユーリティリ,リティ,リリティパンツってあるじゃないですか。で、そこのポケットの部分が白く囲われてるじゃないですか。スマホ入れる用のあれバージョンの短パンがあるじゃないですか。レギンスの。あれもちょっと好きじゃないんですよね。人気あったみたいですけど。で、これに注目なのがこのニューエラー。 とコラボしたキャップこれすごいなぁと思ったんですよね。すごいとことコラボしたなみたいな。ただちょっとこの顔頭ちっちゃそうなこのモデルの方でもうちょっとでかいちょっと小さいんですよね帽子が。長澤君状態に僕なっちゃいそうなんで。 だから、あのベースボールキャップだったら買ってたかな、ギリって感じですね。このスナップバックじゃない方がいいんですよ。スナップバックじゃないのか、これテープか。テープ、でもさ、いくらこのここで調節できるからっつって、ここなんですよね、深いかどうかなんですよ。ニューエルキャップって、ここの深さ。 ここの幅っていうよりもここの深さ縦の長さが重要なので頭でかい僕にとってはだからここ調節できたとって意味ないんですよ余計かっこ悪くなっちゃうしやっぱりなるべく広げないでかぶれたらいいですよね後ろかぶりとかで頭でかいとこの前にかぶるとより頭でかくなっちゃうんですよ顔がでかく見えるっていうか でバックにかぶるとそれがちょっと和らげられるんですけどバックでかぶるとこのテープの離れ具合で頭のあこの人頭でかいんだってバレちゃうんでやっぱそのえー、筋トレや趣味にしてるぐらいだから承認欲求が強いんですよ僕だから頭ちっちゃいと思われたいんですねで気になるぐらいだったらかぶんない、うん、無理やり でこの前の部分は L か Y の一文字にしてこのスナップスナップじゃないここの空いてるところのこう上にこう円を描くような沿う感じでなんかリフトみたいな要はスタンダードみたいな感じで入ってたら僕は良かったんじゃないかなって思うんですけどね個人的にはそれかそのベースボールキャップだとこのスナップバックじゃないので 僕、ベイスターズのやつ持ってるんですけど、ここにまっすぐ横浜ってその、マジこういうはっきりとした文字じゃなくて、筆記体で横浜って書いてあるやつあるんですよ、旧型の DNA になる前のベイスターズのやつ持ってるんですけど、それはすごい気に入ってますね。で、これグレーがあったらいいんじゃないかなって僕は思いましたね。こ,のこれ一応あれでしょコンでしょコンと黒が甘い。 色かなのか分かんないけど区別つかなかったのこの写真ではねだからベースボールキャップだったらちょっと買ってたかもしんないっていうところでこれも却下ですね,だね値段的にはすごいいいですねクロスストクロスストラップかクロスストラップをあんまりその剥がしたくないんですよねだからかっこよくかぶれないから却下です僕が悪いんですよ僕の頭が悪いんですよ頭の形がね頭も悪いかで 次は、ワッフルナイロンスタンダード T シャツと。これはジムで売ったりするのかなジム用かなもうちょっとコンパクトにまとめてもいいのかなっていう感じはしますけどね。で、なんかこのジム用の人だけ、筋肉、ね、ジム用のこの YGM のロゴの時だけ、このロゴの専用のモデルがこの2方 割と普通体型に近い感じの方がやってるんで筋肉倍はしないですよだから結構そのエディーさんとかカネキンさんが着るやつはやっぱり筋肉こういう風に着れるぜっていうのをアピールされてるんでで我々はちょっと勘違いして買ってしまうっていうことになっちゃうんですけどこれは普通に着てくださいよ こういうい感じになりみんなこういう感じでしょ日本人はっていう感じになるんですけどなで肩でちょっと顔でかめでっていう感じで着れるんですけどこれだとかっこよくは見えないので騙せない割と冷静な判断で買えるんじゃないかなもしくは筋肉見せたくないけどリフトのなんか欲しいなっていう人はこっち買,こっち買おうかなってなるのかもしれないですね値段的には ワッフルナイロンちょっと手が込んでるんで7000円するんですよねで次がタンクトップ X グリーンと X になってる後ろがねこの人体すげえな細マッチョだなさすがだなこれはあんまりやっぱりこっちでくるか こっっちのモデルでくるかっていう感じですよね <laughs> さっきの普通体型の2人じゃない普通体型でもないですけどねこの人も <laughs> 絶対スタイルいいですけどやっぱ筋肉を見せるためのこの空き具合あこれできたかやっぱりこっちの方がみ日本人に近いですけど、うん、絶対似合わないですよねこれだけど顔ちっちゃうもんそもそもうん やっタグ口さんとかエディさんの方がやっぱこれは着こなせる感じだけどこれテロンテロンっすよテロン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 で、えー、ストレッチ生地ワッフルナイロンベースの滑らかでマットな質感うーんだからアンダーマーとかにもありそうなやつですよね肌触りがいいと伸縮性があって やっぱタンクトップはピタッと着たいイメージがあるので、こうブカッとなっちゃってるんで、この普通の背中だと。これだとまあピチッと、ちょうどこう大円筋が出るところから切り替えになってるんで、やっタクシさんだとこうなっちゃう。やっぱエディーさんで測ってるね、これね。エディーさん用の切り替えだから切り、切り出し切り替え切り抜きだからちょっと 田口さんんがちちゃゃうううとこうなっちゃうんですよやっぱ同じでかさでもやっぱ形が違うんで骨格が IDA さんだとこうなりますよって感じなんであんま参考にならないですねユニクロのモデルと一緒ででこのタクシさんが履いてるのがこの新色のパンツ出たかって思ってちょっと注目してたんですよあのインスタで あのちょい出ししてた時にあこの色いいなこの色欲しいなと思ったらこっちのタイプだったんですよねこっちの着心地を考えたやつこれねこの色のいつものパンツだったらちょっと買っちゃってたかもしれないですねですお値段もそれなりにしてて で違うのポケットがついてて YGM シリーズのやつですね勝手にシリーズ化しちゃってますけど YGM シリーズのやつでトレーニングにの時にストレスを与えない構造になってるやつなんですよねだからナイロン79ポリウルタン21モデルが身長1 8 1センチこの人多分 <laughs> そんなにねえシしょみんな だからこのタンクトップと一緒にセットアップで来た方がいいんじゃないですかっていうことですよね一緒に買うと送料無料になりますよみたいな、はい、あとはパワーグリップですねおなじみ結構売れてるんですよね前なんか定期的に出しますよねこれねパーサグリップうーん欲しいんですよねでも普通にゴールドジム なんか目立ちたい人は買えばいいですけどまあみんな目立ちたいでしょうね何回も言うけど筋トレするぐらいですからやっぱこれからね余計になんか合理的に脱げる肌を見せられる季節になってきたので筋トレの人は必ず腕まっくりしますよねああやっぱ鍛えたからにはね見てもらいたいなっていうそれがバレるのが嫌で俺は逆に隠しますけどねそれでは